速稼塾の久保です。 FX のブレイクエントリーについてご質問いただきました。私の場合はこうですね。まずはこれがレンジだとするじゃないですか。こういう風な形でね、ちょっとざっくばらんにいきますけども、レンジだとして、私の場合のエントリーするポイントっていうのは、ここを抜けたことを確認した後にもこの辺りで入りますよね。その時にロスカットラインをこう例えばここで設定したら、その3倍のテイクプロフィットラインをこっちの方に設けます。で、ロスカットラインをどのぐらいの割合で引くかというと、資金投入額の 1% が上限ですんで、まあ、ですんでね、ロスカットされて1万円マイナスっていうことでしたら、まあ、今スタンダードで、ロットが1ですからね、1万円をマイナスになってもしょうがないなと思って覚悟して3万円を取りに行くって形です。で、多分ね、今メールとともにご質問あったのは、こういう風な取り方もあるんじゃないのってことなんですよ。こうなって帰っていってここでね、グワッと N を書くように取っていく方法もあるんじゃないかなってことだと思うんですけども、もちろんね、ヒゲを出すこともあるんですよ。それも織り込み済みで、ヒゲでロスカットになったらそれはね、仕方がないと思います、私はね。でヒゲに助けられることもあれば、ヒゲによって自分のエントリーがミスに終わることもありますんで、その感覚をつかむためにもですね、リスクリワード 3.1、 それからエントリーポイントを常に同じところに同じ理屈で行くってことを何回も何回も検証してここにたどり着いてます。もう一回まとめますね。私の場合のエントリーポイントの取り方なんですけども、例えばこれが、下に向かうとしてですね、これを突破したらもう入りますね。あ、抜けたなと思ったら、で、どのあたりで抜けたと判断するかというと、例えばこの図だとね、ここにヒゲがあるじゃないですか。ここにもヒゲがありますよね。ここを抜けたら抜けたと判断します。まあ、ですのでこのあたりでは入んないですね。以上のような形ですけども、いかがでしょうか。まあ、やっぱこういうふうに質問いただけると、私がですね、もう一回、考えを整理することにもなりますし、どのような点が伝えそびれていたのかってことがはっきりわかるんで、非常に助かります。ありがとうございます。それでは失礼します。